これでちょっと封鎖するか。シアホーで動けねえ、うぜえ、めちゃめちゃうぜえ。なんで、なんだ俺。いや、海じゃなくってうぜえだから。本当に申し訳ねえけど、マジでもう感想がうざいしか出てこねえんだよな、あれ。さあ、なんだこれ、もうやだ、泣きそう、シアのせいで。ブチギレ侍だわ、ほんとに。なんだこれ、ほんとに。視野むずいなぁ。視野の対策、いやさ、俺さ、ワンベイワンとかだら大丈夫って言ったけどさ、他のパーティーの視野アビリティ食らって死ぬってなんか、もうって感じだわ。本当に今全く動けなかったな、俺。やばかった。動けなさすぎてやばかった、マジで。クレーバーの方が、バッテリー負けるし、まだいいわ。バッテリー負けるっていうか、なんだろう。クレーバーって、まあ、大体遠距離やん。まあ、近距離クレーバー食らったら、あれはもう、運ゲーショットだからしょうがねえんだけどさ。それぐらいだよな。もう、視野なんなんだよ。誰だよ、視野後半したやつマジで。本当に。もう、アビリティゲーじゃねえか、完全にさ。おめでとう。ありがとうございます。外した。くらえ、アビリティしな。エヴァ8使うか、エヴァ8。あれ、どっちのキルタイム早かったっけな。確か、紫シールド相手には、確かプラウラーより早いんだよ。確かだけど。エヴァ8って。赤シールド相手になると、プラウラーの方が早いんだけど、紫シールド相手にはプラウラーより早いんだよな、エヴァ8の方が。どうしよっかな。お前ら耳の穴かっぽじてよく聞きやがれ。リングが動き出した、死ぬ気で走りな。材料拾った。G7 は持たなくなっちゃったね。もう今ネーメシスの時代よ。まあ、って言いながらね、G7 もね、超強いんだけどね。最近マジで強さ感じるわ。いや、偏差考えなくなったからな。G7 もマジで強いんだよな、でも最近。一回持ってみる？昨日なんかチートだったんだよな。昨日だっけ？あれ？昨日は、ブロークンムーンだから、一昨日か。一昨日のね、G7 ダブルタップがね、なんかちょっと俺チートじめてたんだよな。そう。本当に場合によるけど、確かエヴァの方が早かった覚えがある。赤は1ダメージ残っちゃうんで。224だから、どんなに頑張っても。エヴァ8って。まあ、ヘッシュ入れば60とか入るけどね。けど、だから、そういう場面では実は、エヴァ8の方が優秀だったりもする。DPS130? な、バカな。キルタイム 1.26 秒だったはずだけどな、赤シールド相手に。
じゃあ俺が調べたサイトは違うのかな。俺めちゃくちゃ早かったわけなんだけど違うのか。ワンチャン俺の勘違いかもしれんな。やべえ、ライトアーム一発ってちょっとやべえわ、死ぬ。みんなあっち、なんでもない。あっちにブラックマーケット。感謝するぞ。感謝するぞ。もう何俺感謝したんだ。エヴァハチはね、もう連射するんですよ、連射。26とかでもいいから、ぶっ破しまくろう。26?20、何ダメージだっけ ?7 だから、28か。足ダメージがなくなったからな。結構いい感じよ。エヴァハチ紫ダブタ 1.65 秒。クソ遅いじゃん。あれ?切れたいの死ぬほど早かった場合あったけどな。気のせいなのか。当たる前提のねお話なんですけど、まあ実際でもね射程が短いんでマスティックとかの方が多分いいとは思うんだけどね。エヴァーチの射程が15いかねえな、10メートルぐらいだから、これぐらいのファイト距離だとマスティックの方が強いんだよな。40とか55出るから、エヴァ8はこんなもんだよな。これぐらい。7メートルぐらいがガチの最大火力距離だから。そこはちょっと難しいね。あっちに雑魚だ。ついてるな。ありついたー。あ、そうだよ。モザンと全く同じだよ。1.35 か、遅いな、思ってる以上には。また落ち着くんだ。車線を広げようではないか、一緒に。俺のお尻見ててもね、ダメージ出ねえからな。広がろう。いやネメシスのつなぎは G7 でいいな。ハボックより明らか G7 の方が強いな、これ。射程距離がハボックとあれで全然違いすぎるわ。やっぱハボックは3,40だな、打ち合うにしても、射程は。80とか100とか離れてくると、ネメシスか G7 ぐらいしか、ちょっと貢献できねえな、ファイトに、あんまり。うらうらあるじゃん。俺ヘビカ持ってたっけ、ってないか。どうしよう、これ拾うべきじゃねえよな。ヘビ角持ってない時のプラウラー恐怖対象なんだよな。もう負け確定みたいなところ。誰かちょっと、え、あっちに敵がいる。なんか俺あれだな、上取っとかないと殺されそう。上にいよう。レブナント。これはこれは珍しいキャラクター選択しとんな。こんにちは。ん？これ何の音や？味方か？味方かよ。どうもレブなんていうな。これ出したわで移動か。でも第二縮小でしょ。なんか走りでいけそうな気がするんだよな。渋ってたら使ってくれちゃった、ありがてえ。
こんにちは。ここの岩滑るな、なんか微妙いわ。ホライゾンくんよ、俺のケツ見るな、後ろセクハラだぞ、どっか行け。やめろ、見んな俺の背中を。別部隊が割り込んできた。シールドにパワーを注入する。やばい、セクハラされてる、セクハラされてる。ちょっと待って、バーチ今のやばフルリップしたんだけどやばすぎだろ。今のマジやばだな、今強すぎた。今活躍したね、かなり今すごかったな。気持ちよかった。実際どうすればいいんだろうね。でもマスティックライブ走って、それ気になるとこだよ。リロード中。シールドリチャージ。よし、これぐらいの距離感だよな。エヴァ八、君結構俺のお尻見る癖あるね。大変だね。エネルギーだっけ、エネルギーか、こいつ。 G7 の弾がちょっとやばいな。右のチャーラーいなければな、前殺しに行くんだけどな。次のアンチがどうなるかだ。多分左寄ると思うんだよな。チャーライがなぜかずっと俺を狙ってくるわ。勘弁してくれよ。お尻をね、結構ね見たくなっちゃうらしい。気のせいか、浴びで溜まったら俺には見えた。こいつは右側から、なんで俺は飛んでる。やだやだ、オッケー、絶対いると思ったで、そこにやってもだな。なんかやったはいいけど、別にあれだな。ただただ自分の回復を削っただけだから、うまみねー。
なんかあれだな、車線が被るな、この人と。似てるじゃなくって、なんだろう。俺のこと追ってきちゃってんだろうな。そう、似てるんじゃなくって、車線の被り方が。そう、俺が見てるところを見る癖があるね、この人は。多分、いやでも逆に俺が左を見てあげれば、こっちを見るのでは。おお、やっぱそうだ。全く同じだ。俺が見るところを見るんだ、この人。なんかやっぱそういう癖があるんだな。うん。だからこうやって、だからそうだね。アクションを起こして、あの人の行動を決めてから、俺がアクションを起こせばいいんだ、次の。うん。いいね、いいね。なんか、シミュレーションゲームみたいなやってるイメージだわ、なんか気分は。シールドをぶっ壊した。ああ、気にしない。ナックルクラスターを放つ。ダメか。結局イタチごっこか。ダメか。あと1分。ワンチャン同じになんないようになるかなってことで。あ、でも大丈夫そうじゃない。ナックルクラスターを発射する。シールドをぶっ壊した。撃たれてる。リロード中。こっちはどうだい。邪魔だ。でもね、俺の前に来ちゃうのは助かんねえ状況かもな。俺の横とかから撃つ分にはまだわかるんだけど、そう、俺の前に来ちゃう時があるのが一番怖いね。あれって、俺がお尻見る羽目になるから、その、俺の弾全部吸っちゃうみたいなさ。あれが一番怖いな。あり得るとしたら。それがなければ全然いいんだが。ま、ここを取っといて、あそこに来たら、そう、カバー、結局やっぱ車線広げないとね、ダメージ出せないからね。うん。相手は見る場所が一箇所になっちゃうから、やっぱ相手の見る場所を増やした方が、相手も M 悪くなってくるしっていうところもあるんで、まあ、そう考えると、俺的にはそうした方が。え、待って、君今エネルギーアモが切れたって言った。エネルギーアモ発見。ありがとう。枯渇気味だね。おお、めちゃめちゃ前なんかちょろちょろしてる。俺は G7 だし、そんなに枯渇しないでしょう。いや、この人たちは絶対に最終的に外出ないといけないんで、俺たち絶対勝てると思う。で、外出るってことは同居してるやつとファイトすることになるから、確定で勝てると思う。俺、アビリティで戦おうかな、とりあえず。俺ね、撃たねえ。もうアビリティでファイトするわ。え、うそん、それダメージ俺食らうの、マジ？おろ、ありがとうございます。右のやつ殺したいね、やるなら。これでちょっと封鎖するか。強すぎる。
な。京都から来ました。ありがとうございます。マザロで浮かないといけない状態にしてもう終わりよ。そしたらそうあれなんよ。ホライゾン対策はマザーロードよ。アライズ。カフカ様、プライムサブスク3ヶ月目ということでありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。ナイサブです。みゆちゃん丸様、200ビッツありがとうございます。ナイちゃん、ジュジュ、素晴らしい。これよこれ、強すぎた。そう、すべて見れたね本当に。エヴァ8でジブラルタル破壊したし、 G7 でチュン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 で弾数がなくても全然戦えたし、最後やばかったなマジで、どうしようもねえことになってたな。そうなんだよ、マザーロードの中で隠れたら俺アークスター8枚とか10枚持つから飛んでくるじゃん。浮かざるを得ないってよね。これ強いんだよな。浮かないといけなくできるってのが本当に強い。多分あいつらはね、本当は降りたくなかったと思うんだけど、で俺らもね、多分左を打ってたら負けてた。多分俺たちはそう、左打たなくて右打ってよかったわ。右打ちまくったおかげでボコボコよ。ダークゼロ優勝、俺見てねえんだよね。俺優勝したらしいね。おめでとうございます。やっぱ行動制限できんのが強いんだ。マジで。攻めのリフトじゃなくて守りのリフトはあんまり強くないからね。打ち放題よ。そう、攻められてる時が一番ホライゾン怖いから。あれできちゃうともうね、GG だな。